三目並べ、丸×とは、三々の格子を用意し、二人が交互に、と、×を書き込んでいき三つ並べるゲームである。丸掛け、丸ペケ、ゲームとも呼ばれる。ノートや黒板などでも、手軽に遊べることから広く普及している、遊びの一種。まず、いの文字に似た直線の格子図けを描き、二人で先行後行を決める。そしてどちらかが、どちらかが、となり、 先行後行と交互に、命の空いたマスに書き込んでいく。そして最終的に、ビンゴのように、縦、横、斜めのいずれか一列に三個自分のマークを並べると、勝ちとなる。この遊びは西洋を起源として、古くから遊ばれている。日本では1907年世界遊戯法大前242ページに、英語、ノーツクロセズの和訳として、 丸角競争の名前で紹介されている。そこではルールがほぼ一緒であるが丸と×ではなく、丸との記号を使うようになっている。このゲームでは、先手、後手ともに最善を尽くすと、必ず引き分けとなる。ルールの似ている五目並べにおいては、特別なルールを課さない場合先手必勝であることが知られているが、1919 19の広い盤面で行われる五目並べと、 三3のマスの中で行われる三目並べを比較しても無意味であり、広い盤面で三目並べを行えば先手必勝となることは容易に確認できる。映画、ウオーゲームで、ワパーコンピュータは、このゲームで戦争に絶対的勝者はおらず無意味と悟る。前述の通り9箇所のどこに打っても、相手も最善を尽くしてきた場合には引き分けになってしまう。しかし、 もし相手のミスを狙うなら、角に打つのが得策だろう。先手が中心、角、辺のどれに打ってきたかによって変わる。ここでは先手が、後手が罰である。後手は罰で示した、1以外に打つと、負けが決定してしまう。また、一番左の経路をたどった場合事実上後手は、A と B の2種類になるが A に打つと、負けが決定してしまう。世界遊戯法大戦、松浦正康。 博文館1907年 NDLJP86315 世界遊戯法大前 P242 ありがとうございます。